こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。ゴーイングマウンテン前に行きそうです。ワンダフルバーリン、それに続いています。さらにはリンドイン、3番スマイルスパーク、その後ろエルムハースト、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。ワンダフルバーリン先手を取りました。すぐ後ろにチリウスドリーム、並んで9番ゴーイングマウンテン。さあ先頭は依然として2番ワンダフルバーリン、2番手はカワチシュール、これは絶好の手応え。チリウスドリーム、3番手カワチシュール、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はカワチシュール、カワチシュール先頭、残り 100m、 カワチシュール先頭、ワンダフルバーリン追いすがります。カワチシュールゴールイン、カワチシュール1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシュール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエアグルーヴ、あと 200m、 エアグルーヴアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はジェニー、エアグルーヴ、この馬で決まりか。エアグルーヴ独走、エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はジェニー、これが G1 馬だ。エアグルーヴ